始まりました三冠ヘビー級選手権。両者全く動かず、まあ、高山にしてみれば屈辱的な負け方を小島にさせて、タイトルマッチに挑戦したのは間違いでしたと思わせるところまで持っていこうというね、ことですよね。はい、まあ、試合前も入念にブリッジを繰り返してましたから、おそらく狙いは高山、最後はジャーマンだと。そうですね。そして後楽園で見せたラリアットですね、高山の、あれがもしかするとですね、またしようかなと。そうですね、あれは小島にとっては屈辱でした。小島やっぱりちょっとテーピング結構見えてね、はい、してますね、かなり厚くやってますね。右の肘破壊されました。ラリアットは打てるんでしょうか。小島は、まあ、三冠の歴史を紐解くと、はい、歴代2位の防衛記録を持ってるんですよね。あ、そうですね、8回ですから、川田が1番で三沢とタイですよね。はい、三沢光晴も8回やってますから ね、それだけの記録を持ってますしね。はい、2005年の2月ですよね、川田から三冠を取って、はい、その後天山との、ね、IWGP と、はい、三冠をかけた試合で勝って、4冠にもなってるんですよね。はい、そして2006年の7月3日ですか、ケアに敗れて。そうですね、大田区でケアに敗れて以来ですね、はい、まあ、去年の、ね、3月、はい、両国で圭介に挑戦してるんですが、はい、あの時はもうすでに実はね、右肘にかなり故障してる段階での挑戦でしたからね。そうですね、3年ぶりのベルト奪取となるんでしょうか。どうしてもイメージ的にはチャンピオンの方がちょっと上かなと、そんなイメージです。本当はこうやって正面から行くのはあんまり小島得策じゃないんですけどね、高山の体大きいですし、そうですよね、右腕にかかる、ね、ダメージを考えるとね、まあ、この高山は小島を称しまして、どうせラリアットと言っちゃうぞバカ野郎だけだろうと完全に読んでいると、こんなコメントを試合前に発してくれました。さあ前に出ます。本当に小島がそのイメージ通りって突破するのか、はい、あるいは今まで見たこともないことをやっていくのか、はい、どっちで出るかですよね。はい、まあ、月焼き場では俺には通用しないよとそんなコメントも、ね、高山からありましたね。高山は、ね、いろんな団体に上がっていろんなタイプのレスラーと対戦してますからね。そうですよね。こうきしむような音、すごいパゴンパゴンという音がこの横浜分隊届いている。倒した、慶応が倒す。インターナショナルは力道山、 DWF はジャイアントババ、そしてユナイテッドナショナルはアントニオ猪木、それぞれの思いを持っている。さあどうだ、腕だ、小島にとってこの右腕、大切な右腕、そこを攻撃していきます。ただでさえ負傷をしているその肘、さあそろそろ行こうかと。あー伸びた、危ない、小島危ない、まだ完全ではないが危ないぞ、なんとか起こす、なんとか起こすが、王者高山余裕がある。さあここはチョーク、まあ、この高山の戦いぶりを見るといつでもフォール取れるというそんな自信すら感じさせますね。まあ、とりあえずすぐ終わらせるよりはいじめていじめてみたいな、ね、感じがしますね。そんな感じですよね。総裁の総決算が横浜だとそう言いました高山。あ、今度は顔面豪快処刑にも似たそんなシーン続発。さあ場内でのカウントが進みます。ようやく立ち上がる、防戦一方ですね。いやー、ちょっと厳しいですね。あー、これはなんとか避けた。高山トップロープに足を乗せたままです。ちょっと不安定な状態だ。
トップ、トップの雨あられ状態。さあここからこんな小島トップロープに上がる次の技、あしかし読まれた。先に立ったのは帝王。小島はさっきのキックかなんかで口鼻切ってます ね、はい、流血です。チャレンジャーの小島、さあ王者のブレーンバスター、強烈。それこそ行っちゃうぞやらせないぞってことですよ、ね、ラリアット来ましたね。ラリアットだ、流血にも似た。そして今度はドロップキック、低空のドロップキック、再び場外、完全に有利な展開だ帝王。まさしく帝王たるそんなファイトビルです。もう3度目の防衛は見えたか。小島がやったのはさっきのコーナーでの、ね、マシンガンチョップぐらいですもん ね、はい、ですよね。ほとんど攻撃ができない、させてもらえない。で多分この流血でちょっと呼吸も苦しいと思うんですよね。あそうですよね。 あえて中には入れません。あこれ2位とエルボーでいくんじゃないですかね。あいた、強烈な膝、強烈だ。防戦一方チャレンジャー、このままでは取れない、出血です。小島今のところ全くいいところがない。鉄柵ゆっくりと帝王狙いを定めて、ビッグブーツが火を吹く。足を刈るラリアット、ちょっと不用意に後ろを向いてしまいましたね。ここでね流れ変えないと、はい、そうですね、流れを変えられるか。エプロンでの EDT、 しかし小島かなりのダメージです。一方の面々が小島を支えるか。今セコンド陣 EDT、 もう一度小島が反撃、リングの中に入りました小島聡。この上がり際注目してください。おサポーター、あーちょっと腕が痛いんですね。攻撃できない。ここであんまり単調にいっちゃいけないですよ ね、 あ小島ね、そうですよね。打ち、小島が打ち、ドーリングエルボー、ちょっとフラッとしたが後ろから今エルボーですか。エルボーですね、ローリングエルボー、後頭部ですね、ずっとこう頭狙いですよね、さっきから見てると ね、頭、首、はい、あ、行きましたね、フェイスロックですね。さあ今度はフェイスラック配置をかけていきます。これ確かソヤをギブアップさせたんじゃないですかね。そうですね、はい、ちょうどあの右腕痛めつけられた後でしたね、でこれもともとミサミツハルがね、はい、あのジャンボ釣ったスタンハン専用に開発した、要は体がね、はい、大きさが違っても倒せば なんとかなるというね、技なんですよね。今度は逆に返してますよ。そうですね、はい、まあ、俺の方がこの技知ってるぜというのが高山にはあるかもしれないですよね。いやそうですね、がっちりと入ります。高山、あ今度は再び小島、フェイスロックの打ち合いとなっています。立ち上がるか、その前にロープを握るか。高山ちょっと高山の表情変わってきましたからね、はい、ここで行きたいんですね。そうですね、一気に行きたいですね。小島こじこじ勝った、
レットに固執するか、こだわるか。ブレーンバスタースイッチブロッカー、ホールの体勢に入る。カウントは2カウント、一発ではダメでしょう。かなり効きましたかね。そうですね、あとはね、このまま小島の間ですからね、はい、さあサポーターを取る。あー引いたー、強烈。これをしっかりと見極めてましたね、高山。そうですね、カウンターとなってしまいました。胃袋をえぐる、さらにいく。慶応の攻撃が続く。コーナーに逆さずり、さあ助走をつけて高山膝、大きなポイントとなるでしょう、この膝蹴り。あ、これはきついです ね、一気に行くのがチャンピオン。またこれでチャンピオンの流れになりますかね。いや、そうですね、一瞬小島の間となりましたが、再び高山の間だ。さあエベレストを狙うのか、これは嫌がる小島。振りほどかないと食らってしまうぞ。もう一度膝が入る、バックドロップ。へそで投げたバックドロップ。いつものね、あの落差の大きい抱え込み式と違いますね。違いますね。あ、今パンチ入りましたよ。もう今ストレート入りました、はい。さあ出たエベレストジャーマン、決まった。カットマンドホールド、なんと返した。これで勝てば、ゆっくりバックドロップからジャーマン。その前のパンチも強烈でしたね。そうですね、腰もよく返した。しかし完全にチャンピオンのペース、立てない。チャレンジャーは立てない、立てません。やはり超えられないのか、あまりにも高すぎるのか、立てません。チャレンジャー横殴りでしたね。ちょっと立ち上げ気味に行きましたよね、はい、ショートレンジで当たっていった。不意をつかれましたチャンピオン。しかし小島もすぐにはホールに行けず、一のダメージ、先ほどのバックドロップ、さらにはジャーマンのダメージ。やや早く小島が立つ。ここから気力の勝負になりますね。そうですね、3年2ヶ月ぶりのタイトルダッシュになるか。あーっと膝、どうなったらしい。またすごい角度で首から落ちましたよ。抑えたカウントマン。一瞬に1回これ膝狙いますかね。決まった。さあ念には念を入れて、膝が決まる。いいリフト。小島危ない。膝を突き出し。あの肘対膝ですよね。そうですね、ローパリを切って流した。
然のラリアットなんですよね。なんと左手、これは高山のこの後の、そして稲垣の一発ですよね。右かそれとも左か、抜けた、抑えた、小島が取った、取り返しました。3年2ヶ月ぶり。やはり岡野さん、あの左のラリアットというのがちょっと予想できなかったかもしれませんね。そうですね、でも最後に右で自分の走り込みのラリアットを決めたということは、これは小島さんとしてのラリアットだと、それを最後に打ち込みましたよね。そうですね、第40代30代最後のこのチャレンジ、小島がこのベルトを取り戻しました。